小林正夫君、はいえー、国民民主党新緑部会の小林正夫ですきょうは一般質疑です、えー、阪神淡路大震災の件と4月9日の大臣所信に対する質問を中心に、えー、質問をさせていただきますまず、えー、阪神淡路大震災から24年が経過をいたしました まあ当時は生活再建支援法が制定されていなかったため災害援護資金これは貸付限度額350万円でしたけどもこれによって生活再建を図った人が多くいました阪神・淡路大震災における災害援護貸付金総額と償還状況はどうなっているのかそれと過去に未償還について 免除したことはあるのかどうか、お聞きいたします貝堀政策統括官、えー。阪神・淡路にかかります、えー、災害援軍資金については、えー、これまで、えー、総額約1326億円の貸し付けが行われ、1122億円が償還されております。そ、えー、その後、えー、それ とえー、災害懲役金の支給に関する法律の規定により、仮受け人が死亡、重度障害を理由として、約61億円の免除が行われ、これに加え、地方自治法施行令の規定に基づき、無視力要件により、約19億円の、えー、免除の事務作業が行われております小林麻生君。はい、状況は分かりりまました次の質問に移ります 4月9日の大臣所信についいて何点か質問をいたしま,すまず大臣所信の中で豪雨災害に対するプッシュ型支援等の政府の初動対応に関する検証結果が昨年11月にまとめられた検証作業を通じて得られた教訓等を踏まえて政府としての災害対応能力のさらなる向上につなげていく、まあ、この旨の 大臣からお話がありました。私もあの、災害があるたんびに現地に行って状況を見てきますけれども、まあ、現地が多くの物資をもらった、それが望んだものなのかどうか、それを整理することがこう大変だ、まあ、こういう現場も私も見ていきました。まあ、したがって、支援物資が被災者の要望と一致しないというミスマッチを極楽なくしていく、 これ非常に大事だと思います。で、早い段階で被災者の要望に応じた支援物資を供給していくことが求められて,られていると私も感じておりますけれども、検証作業から学んだ対応策はどういうものだったんでしょうか。貝イボ政策統括官。えー、お答え申し上げます。えー、先ほどの検証レポートにおきましては、えー、災害時に え厳しい状況にあります市町村や避難所は、さまざまな対応に追われていて、えー、その状況を迅速把握、集約することが困難である、えー、このため、えー、効果的かつ効率的な物資支援のためには、被災所のニーズ、えー、物資の発注、えー、到着などの物資に関する情報を一元的に管理し、国、都道府県、市町村において共有するシステムの構築に向けた取り組みが必要であるということが指摘されております。 小林君そういう指摘がされて、要はミスマッチを極力なくしていくということが大変大事だと思うんですね。でそういう検証をして、いろいろ学んだと、そのことに対して、大臣の所信の中で取り組んでいきたい、胸のお話があったものですから、具体的にどういう対策なんですかという質問です。解堀統括官、えー。このため、あの今年度、 被災地の避難所などの状況把握がより効率的にできますように、物資調達・輸送調整等の支援システムの機能強化を図ることとしています。具体的には避難所のニーズ、物資の調達・輸送の状況など、物資支援に関する情報をシステムで一元的に管理し、国、都道府県、市町村の間で共有することにしています。これによよりりまして物資を効率的 かつ効果的に被災地にお届けし、被災させた方々の生命や生活環境の整備にが着実に進めるようにしてまいりたいと考えていま現場はあの大変な状況にあります、それでまあ混乱しているということもあると思いますけれども、まあ、今おっしゃったように、 今まで私たちが経験して、学んだことを生かして、次の災害のときには、そういうようなことが教育なくしていく、このことが大事だと思いますので、今おっしゃったようなことを着実にこう進めていただくことをお願いいたします。大臣の所信の中で、さらに質問します、まあ、災害が起きたときに命を守る、もうこのことが一番大事だ、まあ、こういうことであります。 そこで大臣の所信の中でさまざまな機関が発信する防災情報を5段階の警戒レベルに整理する、まあ、こういう旨が大臣から述べられました、まあ、身を守る住民にとって私情報が分かりやすいっていうことがもう一番だと思いますそれが命を守ることにつながると思いますそして今日は資料を2枚用意をいたしました これはあの内閣府から提供いただいたものですけれども、一つは警戒レベル4で全員避難、そして裏面にはあ少し細かくその内容について書かれている資料でございます。で資料には防災対策実行会議のワーキンググループでまとめられた。 平成30年7月豪雨を踏まえた水害、土砂災害からの避難のあり方についての報告の概要として、えー、まとめられたものが内閣府より提示をされました私、これ見た瞬間分かりやすいなと正直思ったんですやはり避難をするときにいろんな言葉でああだこうだというよりか今の状況がこうなんだと、まあ、ここでいうと警戒レベルが4なんだと だから避難しろと、まあ、こういうような発信が非常に私大事だと思ってこれをもらったときにそのように思いましたせっかくですので、まあ、これらの内容が決まった背景とどのような判断で警戒レベルなどを整理されたのかそしてこれらはどのように住民に周知をされていくのかこのことについてお尋ねいたします政策統括官お、えー、お答え申し上げます、えー、30年7月豪雨においては 多様な主体から様々な予報警報が出され、受け手である住民が正しく理解されたかどうかについて課題があったという御指摘がありました。このため、中央防災会議のもとに設置しましたワーキンググループにおいて、先ほど先生から御提示ありました、報告が取りまとめられたところでございます。これを踏まえまして、この3月に避難勧告の 等に関するガイドラインを改定しまして、災害時に取るべき避難行動が住民の方々に直感的にわかるように、避難に関する情報や、えー、防災気象情報などの え、様々な社会から提供されている防災情報を、え、切迫度に応じて、5段階の警戒レベルに整理をさせていただいたところでございます。えー、具体的には、え、先ほど大臣からもご答弁させていただきましたが、警戒レベル3で高齢者の方々に避難していただき、警戒レベル4で全員の方に避難していただくということでございます。えー、住民の皆様に対しまして、わかりやすく情報提供ができるように、え、各テレビ局においては、 6月からこの運用によります報道情報提供を開始する予定となるということと併わせまして、自治体ブロック説明会などを開催するとともに、全国各地で実施している水防演習、あるいは政府広報、チラシ等の配布を通じて、関係者の訓練や住民への収支に努めており、同じように6月から関係機関においても運用していただく。 思っております、えー、間もなく本格的な雨のシーズンを迎えるので、昨年の7月の豪雨の教訓が生かせるよう、えー、連携して防災体制に万全を望、えー、みたいいと思います小林正雄君。えと資料の2の方は、えー、7月の豪雨を踏まえた避難のあり方についていろいろ検討した結果、こういうことが必要じゃないかというものがまとめられた。そして資料1の方は この七月豪雨の経験を踏まえて、これらの検討に基づいて全国的にこの警戒というレベルをえ統一をしてこれから発信をしていくんだ。それでこの資料の位置があるんだというふうに理解してよろしいんでしょうか。海保り統括官、えその通りでございます。小林正夫君、え大臣にお聞きをいたします。先ほど言ったように、私やっぱり命を守る。 ということは、もう短い言葉で、避難しろと。まあ、こういうレベルにも達してるんだっていうことを、しっかり伝えることが必要だと思います。で、そういう意味で、私はこの資料一、警戒レベル四で全員が非難しなさいと。あるいは、高齢者の方は、警戒レベルで三で、避難しなさいと。こういうことは非常にわかりやすいと思うんです。で、私はこの資料をいただきましたけれども、これを。 全国民にこういうものだということを周知をして、災害があったときには、このような情報を発信するので、それぞれの住民の方に命を守ってほしいと、このように周知をしていく必要は私はあると思いますけれども、大臣、ぜひこの取り組みを大臣の指導でしっかりやっていただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。山本大臣 あのこの警戒レベルを5段階に分けて、そしてさまざまな実は情報が出てくるんですけれども、それを住民が取るべき行動としてはどういうふうにするのかというのが、この全員避難であるとか、あるいは高齢者が避難というような、そういう区分けをしているところでございます、本来これ、実はですね、色分けをしたいんです、カラーリングをして、その今、対応している最中なんですけれども、 例えば気象庁が、例えばマスコミがということで、いろいろ過去の事例がありまして、えー、何色にするかで、大体あらかたの方向性が決まっているのでありますけれども、それじゃちょっと分かりにくいぜというような発言が私からございまして、まあ、それもこれも含めてです、ね、近いうちにそういうふうなことで分かりやすい対応をしていきたいと思います。なおおここのととはあのマスメディアとも連動しておりますから あのメディアの方で、例えばテレビで、えー、警戒レベル4というふうに出た場合には、これは全員避難しなければならない、そういうことも併せ、表示できるような形での調整が進んでおりますので、その点も積極的に今後、進めてまいりたいというふうに思っております小林正夫、はいえー、大臣がおっしゃるように、色も大変大事かなと思いますね。まあ、いろんな人の知恵を借りながら、何しろ分かりやすい、えー、情報を発信してもらいたいと思います。 まあ確かに最近、えー、豪雨などでも気象庁でも50年ぶりの大雨だ、まあ、こういう表現があって、あ大変なあ雨降りなんだなと、まあ、こういうような感覚を私は持つんですけれども、だから避難すべきなのかどうかというところが、もう一歩分からないときも私はあります。だそういうい意味で 今回、このような警戒レベルということを明らかにして、国民に周知をしていくことが必要だ、このように判断をされたことなので、ぜひぜひこの取り組みをしっかりやっていただきたいことを改めてお願いを申し上げます。えっと、もう一つ、大臣の所信で質問をいたします。地域 企業、学校、ボランティアなどお互いに助け合う享受を組み合わせた取り組みを国民運動として一層推進し,推進していくと、まあ、このように4月の大臣所信でも述べられました、それで昨年の東日本豪雨だとか、北海道胆振東部地震の時では、SNS、ソーシャルネットワーキングサービス、これが大変活用されて、 若い人が情報を共有化して、被災地にボランティアで入って活躍をされたと、まあ、このように聞いていますし、私もこの実態を見てまいりました、で岡山に、えー、視察に行ったときに、総社市長が若者の行動力や SNS での発信に驚かされた、柔軟な発想が復興後押ししてくれていると、まあ、このように市長が述べられた。 まあこういうことがありました。私は政府も各省庁でも SN、SNS を活用して、こういった防災関係の発信をしていると思うんですけれども、現状、その取り組みはどうなっているんでしょうか、十分に SNS を活用した取り組みがされているんでしょうか、確認いたします。アイボリー政,策政策統括官えお答え申し上げます、えー、災害時には 各ボランティアセンターがボランティアの情報を SNS などで日々発信しておりその、その情報をもとに多くのボランティアの方々が被災地に駆けつけ、国や地方公共団体では手が届かない一人一人に寄り添ったきめ細かな被災者生活、被災者支援活動を展開されております。内閣府といたしましても昨年の7月豪雨の際には、 え、ツイッター、フェイスブックなどの SNS をえ通じまして、ボランティアの参加や熱中症への注意喚起などを行ったほか、え、内閣府が運営しています、チーム防災ジャパンという、 これはあの、えー、ホームページございます、えー、ここで、えー、各ボランティアに関する特設ページをほぼ毎日更新させていただいて、えー、全国社会福祉協議会と連携して、ボランティアの募集状況などを掲載するなど、広く情報共有を図っておったところでございます。えー、今後とも SNS を活用するなど、若い方の、えー、参加をはじめ、より多くの方々に支援の輪が広がり、ボランティア活動などが円滑に進められるように取り組みを進めてまいりたいと考えています。 小林正夫君はい、時間が来ましたのでこれで終わります本日の調査はこの程度にとどめます次に災害懲役金の支給等に関する法律の 一部を改正する法律案を議題といたします。提出者衆議院災害対策特別委員長、餅月義男君から出席名を聴取いたします。餅月。